皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回はリクエストにお答えして、僕の作曲方法についてお話をさせていただこうかなと思います。僕がいつも曲をどういう考え方で進めていて、どういう手順で進めていって完成させているのか、そんな話をさせていただこうかなと思います。よく質問で、滝沢さんはどういうやり方で曲を作っているんですかとか、なんか作曲のコツはないですかとかって、そんな質問があったりとかするんですけども、ちょっとそれにお答えしてみようかなと思った次第です。ただし、ちょっと気をつけていただきたいのが、メロディーの付け方とか、コードの付け方とか、歌詞の考え方、書き方とか、なんかそういった具体的な話ではないので、そこだけはお気をつけくださいませ。もっと概念的な話です。例えばどういうことかと言いますと、よくその視線、曲線とかって言ったりするじゃないですか。視先、曲先なのかな、ちょっとわかんないですけども。単純に歌詞から書くのか、曲から書くのか、そういった話ですよね。作曲関連のことを調べると、そういう話がよく出てくるんですけども。僕の場合はその視先、視線、曲線なんかわかんないですけども、そういうパターンの場合、何から作るかっていうと、コンセプトから作るんですよ。ライブの1曲目、アルバムの1曲目に来そうな曲とか、なんかライブの途中にやったら面白そうなバラードとか、3曲目ぐらいに来そうなミッドなテンポとか、もしくはなんかそのサビがあって、この言葉を伝えたいとか、なんかこの言葉を使いたくて、このジャンルで行きたいっていう感じの、そういったコンセプトから作ることがめちゃめちゃ多いです。こんな感じの概念的な考え方です。少なからず作曲を学びたいと思っている方にとっては、そこそこ役に立つ内容かと思いますので、よかったら参考にしてみてくださいませ。そして、この間、完成したばっかりのこのステロキッチンの Welcome to My Kitchen というアルバム。こちらの曲をモチーフにして、どういう手順で僕はどういう考え方でこの曲を作ったのかという話をさせていただこうかなと思います。結構参考になるかと思うので、よかったら参考にしてみてくださいませ。そして、ミュージックスタートバーンつって、普通に実際に曲を聴いていただきながら、ちょっと紹介させていただこうかなと思います。まず、ステロキッチンのこのアルバム、1曲目に来るのは Welcome to My Kitchen という曲なんですけれども、これも本当コンセプトとしてはアルバムの1曲目っていうこと。アルバムの1曲目。なんで、アップテンポの方がいいし、明るい曲調の方がいいし、ちょっとロックでガツンと来る曲の方がいいかなっていうコンセプト。で、歌詞の中にメンバー紹介みたいな内容を組み込みたかったっていうコンセプト。で、3つ目としては、ミスタービッグのコロラドブルドッグって曲あるじゃないですか。あれがちょっとだけモチーフになってます。そのテンポだったり、シャッフルだったりとかする感じ。基本的にはすごいストレートなロックっぽいポップスって感じなんだけれども、なんかギターソロになるとめちゃめちゃ早弾きしてすげえテクニカルで、途中でツーバスも入ったりとかして、ポップでロックでテクニカル。こんな感じのコンセプトがまず最初にありました。そんな曲にしようと。で、その中で、まずサビから考えようと。行くわけなんですけども、サビはいろいろこううだうだなんか言葉を喋るんじゃなくて、すげえシンプルがいいなと思ったので、なんかこう一つ一行決めちゃおうと。で、その一行が、思いついたのが Welcome to my kitchen っていうことだったんですけども、Welcome to my kitchen。ステロキッチンっていうバンド名なんで、両方のうちのキッチン、っていう意味を含めて Welcome to my kitchen にしました。英語で、デパートの店員さんとかが謝るとき、英語でデパートの店員さんとか、どっかのお店の店員さんとかが謝るときは、I'm sorry じゃなくて、We are sorry って言うんですけども、私個人が、sorry じゃなくて、私たちが sorry って意味で、We are sorry って言い方するんですけども、なんで、そういったことで考えると、そのバンドで表すとしたら、Welcome to our kitchen って言わなければいけないところではあるんですが、語呂の都合で Welcome to my kitchen でいいだろうっていう感じになりました。で、結果的に みたいなサビになったという感じです。で、このサビを作って、A メロ、B メロを作って、またこう、ね、ゴニャゴニャと、感想を作ってっていう感じで、組み立てたような感じです。そういうコンセプトと、あとそのコンセプトに習ったサビを作って、あとはまあ順番に抜く付けっていう感じですね。運べりバイロマンステレオキッチン。これ、ステレオキッチン、なんでろ。ウェルカムツマイキッチンは、ようこそキッチン、ようこそ私たちのキッチンって意味じゃないですか。で、箱メリバラワン、ステレオキッチンっていうのは、本当はその、ハーカムエビバリワン、の後にその、verb、動詞が来なければいけないんですけれども、ここはちょっとね、そこを相手文法を無視して、もうステレオキッチンしようぜと。ホワイノットと一緒ですね。ステレオキッチンしようぜみたいな感じで、そういった問いかけになっております。で、歌詞の方も、例えば僕の部分をちょっと紹介させていただきますと、発達障害というか、個性激痛しょうがない、お酒に飲まれて失敗、そんな毎日いっぱい、
好みのバンドはラウドネス、つまり昔は単なるギターキッズ、呆れて呆れて呆れるくらいのギターが大好き、そんな時も感じはつない、こんな感じの内容になっています。まあ、僕はあの ADHD っていうんですか、その発達障害でかそういうのあるじゃないですか、ハイパーアクティブなんたらかんたらって、もうほぼ確率に僕はあれだと思うんですよ。本当に ADHD の症状を聞いて、あ、俺のことだって思ったぐらいの ADHD の自覚症状があるんですけども、まあ、これはもう発達障害じゃ発達障害ですけども、まあ、これも個性激強ってことなんで、まあ、これはもうしょうがねえという感じの、歌詞の内容を、盛り込んでおります。こんな感じで、ギターソロもね、ちょっとこうね、テクニカルにこうワーッと入りきしたりとかして、ちょっと自分の持ち合うテクニックをワーッと作るって感じですね。そんな感じの、内容になっております。ウェルカムトゥマイキッチン。こんな感じでちょっとね、順番にお話をさせていただこうかなと思います。次、ひねくれ者という曲があります。ミュージックスタート。ひねくれ者。これは珍しく、詩から書いた曲です。どれだっけかな、優しさを押し付ける、そういう人は嫌い。少しも僕のことを分かろうとしてはくれない。他人の痛みを分かろうとしなければ、そんなのは自己満足、純度の高いエゴです。なんかこう、なんて言うんでしょう。例えがすげえむずいんですけど、上っ面の優しさってすげえエゴじゃないですか。なんかそういうの分かりますか。上っ面の優しさ、中途半端な優しさっていうのはすげえエゴだと思うんですよ。で、なんかその僕の痛みを分かろうとしてくれてないのに、なんか優しさだけ押し付けるのってすげえもうエゴだなって思うわけなんですよね。で、その純度の高いエゴっていう言葉はちょっと僕の友達の言葉なんですけれども、ちょっとそれを拝借して、そんな言葉を書いたと。で、ワンフレーズというかワンコーラス分ですね。ワンコーラス分だけ、その言葉だけ先に書いてブログかなんかに載っけたんですよね。ブログかなんかに載っけました。で、そのブログに載っけた後にその2コーラス目を書いて、じゃあちょっと曲を作るかって感じで、メロをつけていって、で、ちょっと字数を調整したりとかして完成に至ったっていう感じです。で、あと8ビートロック、キーは E とかのなんか8ビートロックにして、すげえのっぺりしてえな、のっぺりしたい感じにしたいのと、あんまりこうドラマティックにその起伏があるんじゃなくて、そこも最初から最後までできればこの状態でこうキープしたいという思いがあったので、コードはできるだけシンプルにいこうっていう、狙いがありました。なんで、イントロから A メロまでずっとこの E と A しか出てこないんですよ。ずっとこのノリ。すごいこの平坦なのっぺりした感じですよね。で、そののっぺりした感じに対して、メロディーもそんなにこう起伏なく、いきたいなっていう感じで、サビを作ろうとなったときに、サビが、どれだっけ。こんなに悲しいことはない、こんなに寂しいことはない、誰かのためになりたいという、すべての努力は無駄だった。という感じの、メロディーが出てくると。すげえのっぺりしますよね。ずっとミですよ。ミミ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 ミそんな感じのメロディーです。でもこれもね、平坦にしたかった、のっぺりしたかった。なんかすごいこう淡々と自分の思いを伝えるような感じの内容にしたかったっていうのがあるんで、メロディーもこういう感じになりました。で、またサビが終わったら、メロディー、メロのメロディーをつけて、完成という感じです。そんな感じです。次、クラシカルワルツという曲、ミュージックスタート。クラシカルワルツという曲。これもコンセプトですね。ステレオキッチン そのバンド用に曲を作ろうとなって、まずワルツ、3拍子の曲であるということ。で、ワルツであって、で、そのワルツってなんかどんなのか自分はあんまりわかんないですけど、ぶっちゃけわかんないですけども、でもなんかすごい、なんかこう、ね、どんな内容にするかわかんないけど、なんかクラシカルワルツっていう単語いいなっていう、なんかそんなぼやっとした内容です。で、タイトルだけ決めちゃいました。クラシカルワルツ。もう曲も決まってないし、コードも決まってないし、歌詞も決まってないんですけども、ワルツということと、タイトルがクラシカルワルツということ、この2つだけはまず先に決まっちゃったんですよ。で、まあ、コードは、まあ、さておきとして、ちょっと歌詞から書いてみるかと。なんかこうね、なんか3拍子にしてて、うんちゃっちゃっ。あ、なんかこういうのとか、なんか、あ、なんかちょっといいじゃないかと。あ、このコード進行になると。じゃあ、ちょっとこれのイメージに見合うような歌詞をちょっと書いてみようかなって、1行目から順番に書いていきました。ちょっとご紹介させていただきますと、1行目の歌詞。昔々あるところに王子様がいましたとさ、なんでだろう、王子様はつまらなそう。なんとなくこう物語仕立てにしたら面白いかなと思って、本当に何も考えずに、とりあえず言葉だけはと書きました。なんでだろう、王子様はつまらなそうって言ってるけど、なんでつまんないかはこの時僕はまだわかんないんですよ。
で、なんかそのままイメージのまま、なんかその窓辺でこう黄昏れる王子様、なんかある程度この晴れてる空があって、そこそこ街とかもね、その平和ですごいね、この争いとかもなく、すごいいい感じなんだけれども、なんか王子様はすごいなんかね、物足りない気持ちになってるっていう、なんかそういう絵が僕の中に思い浮かばれるわけですよね。で、その家来の人たちがね、こういろいろね、身の回りの支度をしてくれて、次の歌詞。ダイヤ光る靴を履いて、シルクでできた服を着ても、なんでだろう、王子様が不機嫌そう。なんかそんなイメージ。王子様がすごい困り側なわけですね。なんかあんまり幸せじゃねえぞと。なんだこれはと。で、次のサビ。何のために、僕はこんな贅沢するの。お国のために、名誉のために、僕はそんなの欲しくないのいいな。っていうサビの歌詞があるんですけれども、まあ、本当もそのままですよね。なんかつまんなくて不機嫌で。で、何のために僕はこんなことしてるんだろうかって、王子様の葛藤をそのまま表していると。でも僕は、本当思いつくままに書いてるから、この時なんでつまんないのかわかんないんですよ。で、その次、ワンコーラスが終わって2番に入るわけなんですけども、2番の頭でちょっとその説明をする必要があるという感じで、ちょっとこう、イメージをしていくと、まあ、やっぱりここは恋だろうとなるわけなんですよね。で、その、2番の最初の歌詞。あくる朝、散歩道で、王子様にハプニング。なんでだろう、王子様は楽しそう。お、なんか王子様に心境の変化が訪れたぞと書きながら思うわけですね。で、恋だろうと。笑顔まぶしい靴屋の子に王子様は恋をした。なんでだろう、王子様の胸が苦しい。となるわけですね。で、サビ。なんだこれは、なんだこれは、苦しいような、嬉しいような、僕が本当に欲しいものは手が届かない場所にあるのかなと、なるわけなんですけれども、まあ、その説明の通り、その王子様は散歩中にその女の子と出会うわけですよ。笑顔まぶしい女の子と出会うわけですわ。で、僕が思うに、その、王子様がもしその子にすごい本当にそのね、続婚ラブになっちゃって、その、なったとしても、その結ばれることってやっぱ難しいと思うんですよ。靴屋の女の子はすごい萎縮しちゃって、恐縮しちゃって、まあその拒絶ってわけじゃないですけども、いや、それは無理っすってなると思いますし、王子様の周りの人たちも、いやいや、あの子、いや、そんなちょっとね、そんなね、そんなどこの誰かわかんないやつとはちょっとダメっすわ、みたいな感じで、その結ばれないわけなんですよ。と思うんですけども、まあ実際わかんないですけどね。ちょっとそういうイメージだったんで、結ばれない方向に行きました。で、その後、王子様の状況を説明して、その心境の変化とか環境の変化とかを説明して、最後にどうなるかっていうと、ちょっとぼやっと、させたい。ちょっと自分の中で、その、これはもうね、終わったとか、ね、うまくいったとかって言わずに、直接言わずにぼやっとさせたいという気持ちがあったので、最後の歌詞が、王子様はワルツを書いた。思いのままにワルツを書いた。あなたのため、あなたのため、このワルツをあなたのために。きっと叶えはしない思いをきっとワルツに込めたっつって、この王子様、あとこのワルツ自体が実は王子様が書いているみたいな感じの、内容にしたんですけれども、こんな感じで頭から、歌詞を書いていって、僕もその物語のその顛末が分からないまま書き進めていって、言葉が出てくる通りに書き進めていって、思いつくままに書き進めていって、でそんな感じでその、ね、どうしようかどうしようかなってごにょごにょすることもあるという話です。でこれは結構詩よりかもしれないですね。詩線よりかもしれないですね。ある程度歌詞が出来上がってから、メロディーをつけたっていう感じです。でもまあこのこのコード進行にしようっていうのがちょっとあったかもしれないですね、最初から。でそんな感じで1曲完成という感じです。でこれちょっとね、感想、これメンバーの誰も分かってこないですけどね、僕はこの感想にね、すげえこの情熱を燃やしまして、2番が終わった後の感想、ベースがその、ドゥドゥディディドゥディドゥルディディルディって感じで、その3拍子でベースラインを弾くんですけれども、そのラインがね、僕の中でね、最後にかっこいいんですよ。楽譜にもうバッチリ書き込んだんですけども、このベースラインを弾いてくれって言って、音符でバッチリ書き込んで、で、この曲、その F シャープとかになるからね、うっぺんにとってはね、すげえ辛いキーなんですけども、そこはちょっと頑張ってくれ、つって、頑張ってもらって、ベースソロを弾いてもらってるような感じです。あんまベースソロっぽく聞こえないかもしれないですけど、僕の中ではそこは、めちゃめちゃ、僕の中でかっこいいベースソロって感じなんですよね。そんな思いもあったりとかします。はい。どうしようかな。その次、ビッグラブ。ミュージックスタート、ベーン、つって。このビッグラブという曲はそうですね、メロディーじゃないか、そのサビからですね、別に歌詞とか決まってないし、そのコンセプトとか決まってないし、なんかもう漠然と、その僕のビッグラブの、このビッグラブっていう、その僕のビッグラブ、心の中に溢れているよ、そうさ、ビッグビッグラブ、少しでも君に伝わればいいなっていう、この歌。
まあ、この辺が最初に出てきたって感じです。ビッグラブ、ビッグラブ。ね、僕のビッグラブ、少しでも君に伝わればいいな。で、まあ、こんな言葉やってるからね、すごいまあメロメロなラブソングになることはまあしょうがない、しょうがないというか、そうなるので、まあ、ラブソングになるだろうなということ。で、ちょっとこうね、なんて言うんでしょう。いい曲書くという意識よりも、その自分らしい曲を書くというか、そのね、自分らしい曲を書くっていう、まあ、コンセプトになるわけじゃないですか。誰でもそうだと思うんですけど、仕事でね、その誰かに提供するとか、誰かにその納品するっていう感じだったらば話は違うんですけども、まあ、ステレオキッチン、僕が作ったら僕が歌わなければいけないんで、まあ、その自分のその素材にマッチしたものを作らなければいけないと。で、僕はその高い声も出ないですし、そんな歌が上手いわけでもないですし、本当にこの個性を生かすためには、この声質を生かすためには、ボサノバだと。なんかこう、ゆったりとした、なんかこう、甘ったるいボサノバが一番いいんじゃねえかなということで、そのメロディーを作った時じゃないか、サビを作った時は、そんなジャンルとかは考えてなかったですけれども、僕のビッグラブっていうサビがあるだけしか考えてなかったんですけども、まあ、これはもうメロメロのラブソングになるから、もうボサノバだと。っていう感じで決めて、コード進行をつけて、メロディーをつけてっていう感じです。で、まあ、これは、そうですね。特にこのこだわりポイントがないというか、本当に自分がそのね、いつも、なんて言うんだろう、思ってることとかを書い、思ってることとか感じてることとかをそのまま書いたらそんな感じって感じでした。何気にまあ一番気に入っているのは、一番最初の言葉なんですけどね。さっきからずっと、一番最初のメロディー。さっきからずっとメールの履歴何度も眺めては、ベッドに転がり思わずため息、ああ、君に会いたいなって、なんかこういうのって、すごい、想像できませんか？別にその、なんて言うんだろうな。あんまりこう説明しないというか、その、ね、情景描写だけなんですけど、なんかすごいこのね、思いみたいなのがすげえ伝わってくる感じしませんか？なんかその、メールの履歴を何度も眺めてはって、もう何度も眺めるってことは、もうすごいめっちゃ好きな子がいるわけですよ。めっちゃなんかね、会いたい子がいるわけなんですよ。で、その子をね、メールのやり取りとかをすごい何回も何回も眺めたことってあると思うんですけども、で、それを眺めた後に、そのベッドに転がる思わずため息、ああ、君に会いたいな、なんかすごい、この言葉で、なんか伝わりません。なんか思い描けません。なんかその情景みたいなのが。この辺の言葉はちょっと好きだなって感じですね。ちょっと続きましょう。帰り道。これは僕は18とか19ぐらいに書いた曲です。実はすげえ前に書いた曲です。当時、普通にその原付とかに乗ってたんですけれども、原付に乗って、アルバイトに向かってたのかな。確か、居酒屋さんのアルバイトとかにこう、ブルーと浮かんでるときに、突然サビのメロディーと歌詞が出てきたんですよ。星が輝く空の下、二人並んで座って、そろそろ帰る時間だから手をつないで歩こうっていう感じの歌詞がこうバッと出てきて、あ、これ使おうってなった感じです。これは本当突然メロディーと歌詞が降ってきたような感じです。星の輝く空の下へ二人並んで座ってその頃、僕はバンドやってたんですけれども、僕はギターでボーカルが別にいたんですよ。なので、まあ、そのボーカルの人に、歌ってもらってたんですけれども、元はキー D。で、演奏してたんですけれども、ちょっと歌ってみたら、結構高かったんですけども、まあ、そのボーカルの人はそれでいいっていうからそれでやってて、で、そのステレオキッチンでこの曲は何気に気に入ってるからちょっとやろうかなと思った時に最初 D で、持ってきたんですけども、リハの時に声が高すぎて出ねっつって D から C に下げてもらって、ステレオキッチンが C で演奏しているという感じです。さっきも言いました通り、その僕はそんな高い声出ないんで、上の外がね、ここの外がね、すげえ辛いんですよね。でもこのね、ファシャープぐらい、このぐらいにね、とどめたいっていう思いがあるので、キーを下げました。で、これもまあ、そんなにこだわりはないかなって感じですね。なんかこう、
なリズムギミックがあるんですけども、この辺がちょっとまあ、ね、好きなポイントかなって感じですね。コード進行だけ聞いてもなんかすげえこのポップな感じというか、ハッピーな感じというか、楽しげな感じが伝わるじゃないですか。結構そのコードをリズミックに弾くっていうのもね、あまりやらないんですけれども、なんかこんなのやったりとかして、ちょっとまあ楽しさみたいなのを演出したかなという感じですね。で、まあ、あとはまあ言葉はいつも通りのあれでございます。そんな感じ。その次、プレス 2B。これもサビからですね。別にそのコンセプトがあったわけではなくて、サビからまず作ったって感じです。サビのメロディーと言葉ですね。僕は一人じゃ生きれない。僕は一人じゃ生きれない。君の助けが必要です。ちょっと待って、悩んでたら、そばに来てほしい。っていうサビがまずあって、作っていったような感じです。まあ、これ割と最近作った曲なんですけれども、そのね、なんて言うんだろう、その周りの人たちに対してその感謝ってわけじゃないですけども、本当助けられてる部分しかねえなと、助けられてる部分が多いなじゃなくて、多いんじゃなくて、もうそれしかねえなと思うことが、すごいあるわけなんですよね。で、そのやっぱり一番最初に出てきた言葉は、やっぱりその僕は一人じゃ生きれないという言葉だったわけなんですけども、で、そこからそれ順番に書いていったような感じですね。あんまり難しい言葉とか使いたくなくて説明しがちにしたくなかったんですけれども、ちょっと説明しがちになっちゃったかなっていう気持ちもしなくもなきにしろあらずという感じの曲でございます。誰かに褒めてもらうほど立派なことは一つもできやしない。自分で自分を責める、そんな日ばかり続くよ。まあ、こんな感じの内容です。で、コードとか、メロディーとかはそんなに苦労せずに出てきたかなって感じですね。とりあえずも歌詞書いて、メロディーつけて、まあ、同時進行だったりとかもして、なんか作っていったような感じです、うん。コンセプトというよりもサビがあって、そこから作っていったって感じですね。うん、まあ、そう考えるとあれですね、結構いろいろありますね。コンセプトばっかりじゃないですね。なんか歌詞から作るときもあるし、曲から作るときもあるし、結構いろいろやってますね。プレステビ、そんな感じの曲です。次、愛しておくれよ。これはコンセプト勝負、コンセプト始まりって感じです。どんなコンセプトかと言いますと、まずそこそこ速い8ビットロックであることで、ちょっとこの80年代みたいな、なんかこうマイシャローナみたいな、なんかああいう感じのちょっと小爪のロックってことですね。でもサビになったら急にメジャーに転調して明るい、すごいキャッチーなメロディーになるっていう、その3つのコンセプトがありました。で、まあ、そのコンセプトだから、なんかギターリフみたいなのを作った方がいいだろうということで、なんかベースとギターがユニゾンするようなリフがあったりだと。で、まあね、やっぱロックだからペンタトニックとかで作ってってやってたら、こんな感じのリフができたんですけども、まあ、ここからスタートって感じですね。コンセプトが決まったから、とりあえずリフを作って。で、その次、A メロに関してはそのワンコードでこの F7 を一発でこの、あんまりこうね、コード入れすぎるとそのロックっぽい雰囲気が消えちゃうから、できるだけコード扱いできないということで、ワンコードで行くことにしました。ずっと F#7 を一発で。という感じですね。で、パラパラパラ。その後に、サビステン君の笑顔は僕を見合せるんだ未来夜はって感じの、曲が流れているかと思うんですけども、そんな感じの、コンセプトでやっております。なんでこのメロディーとかもね、そのやっぱキャッチーだから、そのなんていうんだろう、そのメロディーラインというか、なんかこれもそのシンプルにしたいし、ちょっと繰り返しっぽくしたいし、リズムをシンプルにしたいし、ちゅうことで4音符でパン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 って感じで、メジャーペンタトニックだけで、メロディーを作っているという感じです。一番最後だけね、ちょっと、願いのところだけ、ちょっとこのフックを聞かせて、っていう感じ。になったという、そういう流れでございます。で、これもともとその F シャープじゃなくてキー G だったんですけど、これもそのね、自分の声の帯域の都合でちょっと1個下げたって感じです。本当はもう1個下げたかったんですけど、もう1個下げると、なんかこうね、C、このコードがね、なんかすげえ濁って聞こえちゃって、ちょっと、C までは下げたくないけどな、でもこれ辛いんだよな、どうしようかな、じゃあ F シャープぐらいで頑張ろうっていう流れで F シャープに
なったという経緯がございます。なかなかね、バンドで F シャープというキーを使うバンドってなかなかいないと思うんですけど、F シャープだと G フラットか、G フラットというキーを使うバンドってなかなかいないと思いますけど、そんな感じです。で、この愛してくれよっていうのは、その、これもとりあえずタイトルだけ、愛しておくれよっていうタイトルだけ決めちゃって、書きながら、コンセプトを考えてっていうような感じでございます。で、本当はもっとね、言葉たくさんあったんですよ。本当はすげえたくさんあったんです。けど、その曲の都合に合わせて結構バッサバッサ切っていって残ったっていう感じです。もともとはすげえ言葉がたくさんあって、本当もっと物語っぽいというか、もっとドラマっぽかったんですけれども、言葉がわっと切り捨てて、こんな感じになりました。まあ普通に歌詞を見ていただければわかると思うんですけども、僕ら付き合って半年が経つね、仲良しで恋をしていたいんだけど、おかしいな、おかしいな、おかしいな、ベリーブリーズ、おかしいな。二人の距離に不思議と違和感、僕が近づいて君が遠ざかる、なんでだろう、なんでだろうと。サビ、君の笑顔は僕を惑わせるんだ、会えない夜はせめて声を聞かせて、困った時や助けが欲しい時はいつでも行くよ、だからお願いこっちを向いてよという感じなんですけれども、まあこの、なんかこう、ね、僕らつけて担当者が常の通りなんかこうね、あるんですけれども、そのね、全然この構ってくんねえと。まあそういう感じのこう寂しい歌って感じですかね。けどその、なんだろう、その、まあこの視点は多分男の子目線だと思うんですけれども、その男の子目線で見て、その女の子は構ってくんなくて、ちょっとすねるぜみたいな感じで、今その男の子はその多動症みたいなところがあるからね、あのすごいこのいるとか、当中というか、そのね、すごいこのアピールもするんだけれども、あんまりこう構ってくれないと。でもなんでかっていうと、その、一番最後にその答えが出てくるわけですね。その気持ちは見えない、だから大げさに伝えたい。その、愛だとか恋だとか、とかその好きだとかっていう気持ちは、やっぱ目に見えないもんだから、ちょっとまあ大げさくらいが一番ちょうどいいんじゃねえか、ということで、終わってるんですけども、なかなか構ってくれねえっていう、結局寂しいっていう、そういう歌でございますね。愛しておくよ。まあそんな感じでコンセプトがあって、タイトルを決めて歌詞をわーっと書いていったっていう経緯がございました。次、眠りにつく前に。これ。コンセプトというか、その、これからっす。っていうカッティングのフレーズ。これ、結構前からそのネタとして僕の中でそのストックがあって、これいつかどっかで使いたいなんてずっと思ってたんですよ。最初、まあ、キーは違ったんですけど、この辺かな？感じのコードだったりとかして、なんかこういうカッティングのネタみたいなのがあったんですけれども、この曲はもうこれから、スタートしております。ステロキッチンでアルバムを作ることになったと。で、そんな感じです。いろいろ曲を作っていかなきゃいけないわけなんですけれども、自分の中にあったこのカッティングのネタをまず使おうと、なったんで、このカッティングのネタを使うことがまずのコンセプト。で、まあ、こんな感じのカッティングのフレーズなんで、そんなこうね、めちゃめちゃこうエネルギッシュというか、そのね、情熱的というか、めっちゃパッション豊かというか、そういう感じじゃないじゃないですか。結構のっぺりというか、平坦な感じじゃないですか。なんで、その曲自体もそのやっぱりその平坦なものにしていこうと、さっき言ったそのひねくれ物とかと同じような感じで、できるだけ平坦にしていこう、平坦にしていこうという感じでその作っていこうかなと。そして、ギターのカッティング、そして平坦、のっぺりすることが、あると。で、このふわふわするイメージっていうんですかね、その地に足つかないような、その浮いてもないし、着地してもいないし、なんとも言えないこのすげえ微妙な感じ、これをこうね、蔓延させたかったっていうのが、ね、コンセプトとしますありました。で、まあ、結局そのメロディーのことを考えると、ちょっとね、こっちまで上げることになったんですけども、見えていた、まあ今流れてますか、これですね。見えていた。こんな感じでのっぺりのっぺりと、していこうと思って、曲を作ったって感じですね。で、そのサビのところもね、すげえこうシンプルなメロディーなんですけれども、なんかこの、タンタタッタッタタンタタッタンタタンタタンタタタン、なんかこういうリズムをループする作り方っていうか、その曲って僕すごい好きなんですけれども、まあ、その自分の曲でもよくやってしまうんですが、まあ、この曲はそういう自分の趣味が大きく反映されたかなって感じですよね。最初この曲、作った時はそのコードとメロディーを作って歌詞全く決まってなかったんですよ。全く決まってなかったです。なんかバッとタイトルだけ眠りにつく前にっていうタイトルにしようって思ってたんですけれども、眠りにつく前にっていうタイトルにしようと思ってたんですけども、どんな内容にするかとか全然決めてなくて、とりあえずリハーサルのなんかラララララとか、ニャ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 とかってなんか適当に言葉が出てきて歌ってたんですが、そんな感じでメロディーと曲を作って、その後に歌詞を書くぞとなった時に、これも、
できるだけその漠然としたかったっていうのがあって、あまりこう説明したくない、その情景とか色とかその景色とかあんまり説明したくない、本当もう言葉の感覚だけでそのなんか掴むっていうんですかね、言ってみればその何とでも取れる、どうとでも取れる、何とでも感じられるっていう内容にしたかったんですよ。その一人称なのか二人称なのか三人称なのかも分かんないし、誰のこと言ってるのか自分のこと言ってるのかも分かんないようにしたかったし、なんですげえそのめっちゃぼやっとした感じ、めっちゃぼやっとした感じ、めっちゃぼやっとしてんだけども、でもどっかやっぱその寂しいところがあるというか、なんかそういうその説明できない思いっていうんですかね、なんかそういうのを出したいと思って、なんか言葉をすごいめっちゃ、なんか選んでたっていう感じです。で、結果的にそうね、あんまりこう意味を目で感じてほしくなかったから全部ひらがなっていう表現にしたんですけれども、まあ、よかったらこれもね、そのね、ちょっと歌詞とかをチェックしていただけるとすごく嬉しいなって感じですね。で、サビになるとそのタタタタタタラタタタっていう感じのリズムになるから、その韻を踏んだ方が絶対かっこいいんで、まあ韻を踏むためにそのどんな言葉がないかなっていう感じで、ちょっとこの辺は苦労しましたね。ちょっとサビだけ、歌詞をやりますと、手を握って君を知って揃っていただろう、なのに、なんで今になって壊れたんだろう、これもきっと定めだって君が言うのよ、どれも全部思い出のままと。手を握って君を知って揃っていたの、なのになんで今になって壊れたんだろう。こんな感じでその字数とそのリズムがね、そのほぼリンクしてるって感じなんですよね。で、それぞれその何とかあって、何があってって感じでその韻を踏んでると。この辺の言葉選びがちょっと大変だったかなって感じですね。でもなんか割と気に入ってます。割と好きです。割と好きです。割と気に入ってます。過去を知って僕を知って笑っていただろう。なのになんで歌いのって消えないんだろう。痛みだって一部だって僕に言うなよ。なんかそんな感じの、あれでございます。そうですね、そのカッティングのリップから入る。で、これがめっちゃフューチャーされる。そしてこう、なんかちょっとのっぴりした感じにするとか、そういったコンセプトがあって作っていったって感じですね。歌詞は本当に一番最後にできたって感じです。次、イージーでいこう。こちら、イージーでいこうという曲は、これまたそのサビです。サビです。英語でその Take it easy っていう言葉があるじゃないですか。そんなね、なんか、なんていうの、Take it easy。なんていうんだろう。日本語で言うと何なんだろう、テイクイットイージー。なんか気楽に行こうぜみたいな、そんな思い込まないと、もっと楽に行こうぜみたいな感じの、イージーで行こうっていうことになるんですけれども、あれの方がすげえやっぱいいなって思うわけなんですよ。いいなって思うわけなんです。で、その僕は普段、その、なんて言うんでしょう、そのツイッターとか動画とかで、とりあえずまあ、なんとかとりあえずやっとけよぜみたいな、なんかこう楽しくやっとこうぜみたいな、なんか楽しくやっとけよ、なんとかなんか、とりあえずなんとかやっとこうぜみたいな、なんか楽しく行こうぜ、もっと簡単に行こうぜって、難しく考えないで、わはははっつって笑っていこうぜみたいな、なんかそういった、メッセージをよく発してるんですけれども、まあ、その中でその、ね、また言葉を選ぶとしならば、イージーでいこうという言葉、このイージーでいこうという言葉を歌いたいなということが一つです。イージーでいこうという言葉を歌いたい。その言葉をみんなにそのメッセージとしてその伝えたいという思いが一つ。イージーでいこう。で、もう一つとしては、実はこれ動画の何て言うんでしょう、その動画になる予定だったんです。まあ、実際、僕は動画でやりましたけども、ステロキッチンが最初始まった時に、いろいろリハーサルをしていく中で、で、そのイージーでいこうという曲を作って、ギターはギターのパートの、楽譜を書いて、ギターレッスンチャンネルで紹介で、ベースはベースの楽譜を書いて、ベースレッスンチャンネルで紹介で、そのドラムはドラムでっていう感じで、そのイージーでいこうという曲を演奏しようっていう、その3人の、ね、その合同企画みたいなのが実はあったんですよ。で、結局それが飛び出しちゃって、その僕は一人で、ドラムレッスン動画でイージーでいこうを使ったりとかしてたんですけれども、そんなコンセプトが実はありました。なんでイージーでいこうという言葉を使うこと、そしてそれぞれみんながそのレッスン動画を作るというコンセプトだから、そのフレーズは簡単に、シンプルで、イージーでいこうという言葉を通り初心者向けの曲にしようということ、がありました。で、歌詞の内容はもちろんそのイージーでいこうの延長線上で、くよくよするなと、くよくよするなというか、その簡単に行こうぜと、楽に行こうぜと、あんまり考えすぎずに行こうぜというメッセージ性を持たせたいという気持ち、これが、ありました。で、曲を作っていく中で、まずイージーイージーでいこうのサビができたんですけれども、これもとりあえず全部メロディーとコードは作ったんだな。メロディーとコードを作って全部後から歌詞を変えたって感じです。歌詞はイージーでいこう、イージーでいこうしか決まってなかったんですよ。
で、頭から待ってね、ずっと、ちょっとメッセージ性を強くしていくわけですよね。さっきの眠りにつく前はどっちかというとぼやっとさせたかったんですけども、この曲の場合はどっちかというとはっきりさせたいと。この誰のための歌であって、誰が作っているのか、その言葉の内容は何なのかということをガッチリどっちかというとはっきりさせたかったから、最初は結構ガッチリと、言葉を並べてます。ちょっと最初の歌詞をご紹介させていただきますと。この歌は君が何かにつまずきやるせなくなった時、小さく丸まったその背中をそっと僕が押すための歌で、もうすごいガチですよね。もうこれ以外何者でもないメッセージ。自分を裏切り諦めちゃうのは自分を裏切り諦めちゃうのはなんだかもったいない。本当はどっかで自分を信じてる。君はそれを知ってるよと。まあその自信がなくなったりとか、その何かにその悩んだりとかくよくよしたりとかして、その自分に自信がなくなる時ももちろんあるんですけれども、でもなんだかんだよ、その今までの経験上でなんとかなってるっていう経験があるから、言葉では態度ではあ俺はもうダメだって思ってても、やっぱりその心のどっかそのやっぱ隅っこの方でダメだって言いながらも、なんとかなんじゃねえかなとか、なんかそのなんとかしてえなとか、でもまだやっぱ自分は捨てきれねえなって諦めきれねえなって思ってるところって絶対あると思うんですよ、どんな場面においても。でそれを気づいたならば、違うな、それに気づいてほしいところです。そのどっかにその自分を信じてる部分があるから、ちょっと一回それに気づいてくれと。君もそれを知ってるよと、やって言葉を並べております。でサビに行くと、どっちかというとね、その A メロでそのガッチリしちゃったんで、B メロではどっちかというとふんわりいきたいなと。なんかすげえこの能天気というか、あ頭の中お花畑ぐらいのレベルで、なんかこうふわふわといきなと思ったわけなんですよね。でメロディーがって感じのメロディーになるんですけれども、パパン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 って、なんかもうふと本当漠然とゆらゆらゆらりとという言葉が浮かんだと。ゆらゆらゆらりと、なんかすごい出てきたと。だからすげえこれなんか言葉としてなんかメロディーともバッチリでハマってるし、これでいこうと。で何がゆらゆらゆらりするんだろうかっていうところから始まってですね、ゆらゆらゆらりとって書いたけども何がゆらゆらするんだろうと。でその先にその僕のイメージこうねわーとか書いていくわけですね。でここで出てきたのはゆらゆらゆらりと、続く川のように雪つく大きな海を目指そう。キラキラキラリと輝くお日様、誰かの足元を照らし続ける。これ別に何の説明もしないですよね。そのゆらゆらゆらりと続く川のように雪つく大きな海を大きな夢を大きな海か大きな海を目指そう。キラキラキラリと輝くお日様、誰かの足元を照らし続ける。別に俺が太陽だとか君が川だとかそんな話は全然してないけれども、まあ、目指そうっていう言葉を使ってるけれども、結構漠然としますよね。その別に何とも言ってないですよ、何とも言ってないです。本当にもうイメージ。ただなんかそうあのね、川のようになんかお日様みたいに何って感じですけど何って感じですけど、なんかそのイメージなんですよ、イメージなんですよ。そのこのね、漠然とした感じ、その B メロに仕上がりました。ゆらゆらゆらりと書いてから、その後何かゆらゆらしてるのかなと、あの川だべっつって、川だべっつって、でそのね、なんか雪つく大きな匂いがする、あなんかすごいいいじゃんこれ、なんかいいじゃんっつって、なんかこうほにゃほにゃほならりと、なんとかのように、なんとかなんとかって、もうなんかこの形ええなと、この形ええなと。で、まあ、ゆらゆらゆらりと来た場合に、じゃあ次はキラキラキラリかなと。キラキラキラリと。で、何がキラキラしてるんですか、まあ、キラキラって言ったら太陽やろうって、お日様やろうって。で、お日様の何が特徴かっていうと、まあ、その眩しいってこともあるけども、あと暑いとか、なんかこう、ね、夏とかそういったこともあるけども、今はそうじゃねえと。今もっとなんかこう、前向きなさ、なんかこう、自分のためだけではなく、なんかこう誰かのためになっている部分もあるやろうつって、なんかこうなんかこうそのなんかそういう、もう質量としてすげえでかいとか、そういうなんかね、めちゃめちゃ高音とかその核融合がとかそういう話ではなくて、なんかこう誰かのためになっているところ、あ誰かの足元を照らし続けるので、ええやんってなったわけですね。でそのまま書き進めていくと、でその次の A メロで。へこむこともあるし、見えることもあるさ、思い通りは無理でもなんとかなるさと、鼻で笑い飛ばし、イージーイージーでいこうっていうことなんですけども、まあさっき言ったコンセプトの一つ、イージーでいこうという言葉を使いたいということが、ここで一番最後に反映されるわけですね。で、その後ギターソロが出てきて、またサビに行くわけです。で、ゆらゆらゆらり、キラキラキラリと来てるんで、できればそこもやっぱ合わせたい。で、何があるかなと、さすがにもうね、ちょっとネタ切れてきたかもわからないなと思ったんですけども、まあ、いろいろ考えました。そのふわふわとか、なんかね、ぶよぶよぐしゃぐしゃとか、でもぶよぶよとかぐしゃぐしゃとか、その点々につく言葉先輩ですね。なんかもっとぶよぶよとか、ぶよぶよはダメか。なんだろう、このなんかほにゃほにゃみたいな感じの、にゃんにゃんみたいな感じの、なんかすごいゆったりとした感じの、なんかそういうのを使えないなと。
思ってたんですけども、ここでまとまったのはふわふわふわりでしたね。ふわふわふわり、ふわふわって何やろか、マシュマロやろか、いや違う、雲だつって、ふわふわふわりと浮かぶ雲のように終わらない景色をそっと眺めて、ひらひらひらりと舞い散る思いは、次作大きな花の種になる、そんな感じにまとまったんですけれども、そんな感じで自分でこうね、突っ込みながら、いや違うやろつって、まあね、ふわふわふわりって何やろつってね、布団かってなんか、ね、なんか羽毛布団かって感じがするんですけども、羽毛布団ではなく、マシュマロでもなく、あの子のほっぺたでもなく、雲だと、ここでは。別にあのね、あのなんかふわふわつってもそのヌーボーのチョコ部分とかそういうわけではなくて、そのここで雲がふわふわした方がええやろということで、ふわふわしたのが雲になったわけですね。でそこからヒラヒラするものなんかあるかなって感じはあるんですけども、まあその、ね、やっぱ花びらだろうと、その桜の花びらとかなんかそういったものかなと、というかそのお札がとかその札束がヒラヒラ落ちるとかそういうのはちょっとロマンがないんで、そういうのを避けていただいて、なんかこう自然界に存在するものヒラ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 のやつとか、葉っぱかな、花びらかなという感じで花の谷になるとかっていう形になりました。でその次、何気にこれちょっとあのすげえ自分のお気に入りのフレーズなんですけども、明日も晴れたらお気に入りの靴履いて、明日も晴れたらお気に入りの靴履いて、手ぶらで外に出てなんとかなるさと心で次をイージーイージーで行こうっていう言葉、なんかこの明日も晴れたらお気に入りの靴履いてっていう、ね、フレーズはちょっと僕すごい好きなんですけども、ね、なんかすごい前向きな感じしますよね。一日なんかちょっと暗い気持ちで終わっちゃうかもしれないけど、もし明日晴れたならば、まあ、ちょっとなんかお気に入りの靴とかお気に入りの服とかなんかお気に入りの装備とかをしてお気に入りの場所に行くと、なんかそれだけでもその気持ちが切り替わることってたくさんあるわけじゃないですか。なんかそれをなんかこううまく入れてるなというか、そのままなんかこうね、その率直な言葉ですけどもなんか伝えてるかなという感じで、なんかそうお気に入りな感じでございます。その次、最後、素敵だね。これもコンセプトです。もうバンドのテーマソングであることです。バンドのテーマソング、もうすごいね、根本的なところからお話をすると、この動画めっちゃ長いな。この根本的なところをお話しさせていただきますと、なんでステレオキッチンでバンド名になったかっていうところに繋がっちゃうんですよ、これって。なんでステレオキッチンでバンド名になったのか。またこれまたコンセプトで、バンド名の呼び名を、あだ名を捨て吉にしたかったんです。捨て吉。捨て吉。で、これ捨て吉、なんで捨て吉にしたいかっていうと、その昔、こういう名前があったらしいんですよ、その捨て吉っていう。で、その漢字もその捨てる吉と書いて捨て吉って読むんです。おぎゃーと生まれてきた子にその捨て吉と名付けるわけですよ。もうね、幸せを捨ててるって書いて捨て吉ですからね。でもなんでその名前を付けるのかっていうと、むしろその子の将来に幸せがたくさん訪れてほしいから、捨て吉の名前を付けるんです。これどういうことかというと、わかりやすいところでいくと、そのアフリカとか、そっち側の方の話の方が多分分かりやすいです。アフリカの方とかでね、その子供がおぎゃーと生まれると、その親御さんたちはその子供に対して、人じゃないとか、物とか、車とか、砂とか、なんかそういった名前をつけるんですよ。人じゃないっていう名前とかすげえですよね。これなんでかっていうと、そっち側の方ってその、やっぱり、なんていうんだろう、その医療が発達してないから、ちっちゃいうちに亡くなっちゃうことがすごく多いんですよ。ちっちゃくて、本当に生後何ヶ月か何年とかのうちでも、その子供たちが亡くなってしまうと。で、その亡くなってしまう理由は悪霊のせいだって考えられてるんで、人じゃないとか物とかって名前をつけるんです。人じゃなかったらばその悪霊はこの子に取り付かないし、また別のところに行けばいいからっていうことで、この子には来ないでくれっていう感じで人じゃないとか物とかって名前をつけるんですよ。で、捨て吉も同じような感じで、捨て吉もうこの子は最初からもう幸せを捨て生まれてきてるから、この子にはもう幸せしか訪れないようにしてほしいっていう意味で、その捨て吉って名前をつけるんです。で、そんな意味合いもあって、バンド名はステキチっていう名前にしたいと。で、そのステレオキッチンっていう名前、ステキチって名前にしたい。で、その女の子じゃないや、猫のキャラクターをそのステキチっていうキャラクターにして、そのバンドのマスコット的な感じにしたいっていうのが、まずコンセプトとしてありました。で、最初、なんかこう、焼き鳥屋という仮名で、リハーサル入ったりとかしてたんですけれども、あるライブに出演することによって、バンド名決めなきゃやべえぞということで、そのバンド名を決めたという感じです。で、最初、その、ステキキッチンだったんです、実は。ステキキッチン。ステキキッチン。ちょっと言いにくいですよね。ステキキッチン。でも、ステキキッチンでも、その、ステキチンなのか、それでもいいだと思ってたんですけども、その、イベントの方々に、その、バンド名これです、これになりましたっていう連絡をしなければいけない前日に、ドラムのイケちゃんが、いや、ステキキッチンじゃなくて、ステロキッチンにしようよってメールが来まして、採用となったような感じです。すごい、ステロキッチン。
今ではすごく定着してますけれども、もしかしたらこれステーキキッチンだったかもしれませんし、焼き鳥だったかもしれませんし、いろいろあってそのソルペロピという名前だったかもわかりません。でも今はステロキッチンという名前になりました。そんな感じでステーキチ、ヒバというわけじゃないですけども、そういうコンセプトがあったという感じです。で、そのステーキチの、ステロキッチンというバンドのコンセプト曲であるということ。みんなに素敵な何かをお届けするための、素敵なバンドという意味だったんですけれども、でその素敵種っていう言葉、素敵な種、自分がその演奏すること、お届けをすることを、なんかこう素敵なことの種に例えて、曲を作りたいなと思ったんです。で、その素敵種っていう曲名が決まって、で、そのバンドのテーマソングであるということで、もちろんそのバンドのテーマソングだからなんですけど、楽しげな曲がいいかなとっていう感じなんで、ちょっとアップテンポ気味のシャッフルな曲っていうコンセプトも決まってきました。で、サビからじゃあ作ろうと。いう感じで、サビをまず決めようとなったわけなんですけれども、あの今日という日は素晴らしいという言葉。これ、別になんとなく思い浮かんだ言葉です。今日という日は素晴らしい。言葉とメロディーがまた同じような感じで、ふわっとそこだけ思い浮かんだような感じです。で、今日という日は素晴らしい。とても素晴らしい。今日という日はとても素晴らしい。なんで素晴らしいのかと。いうのをまた考えるわけですね。あ、なんか今日という日は素晴らしいらしいぞと、とても素晴らしいらしいぞと。で、何度もつぶやいてはそれを素敵だねと呼んでます。という言葉が次は出てきたと。何度も読んではそれを素敵だねと呼んでます。なんだか分かるような、分からないような。分かるような、分からないような。うん、どういうことなんだろうかと。で、ちょっとこの見方を変えてみると、まあ、世の中でこうね、生きているとやっぱり嫌なこともあり、なんか悪いこともね、辛いこともあり、でもまあね、もちろんそれと同じような感じでその幸せなことってあるわけじゃないですか。で、その考え方によってはその幸せなことに出会うためにはその嫌なことやっぱりね、出会わなければいけないわけで、そう考えていくとその嫌なことっていうのも、その幸せなことの種であることだと。すごい辛い思い、嫌な思い、なんか悔しい思い、なんかそういった寂しい思いとかも、何らかでその最終的にその幸せに出くわすための素敵なものになるための種って考えたら、ちょっとこれは辻褄がいくのはちゅうことで、そのまま、なんかこのやってての感じでございます。まあもちろんそのね、素敵だねっていうそのタイトル決めた時点でそういった思いはちょっとあったと思うんですけれども、そのサビを書いた時にそれをもう改めて再認識したって感じですね。で、それが決まっちゃえばね、もうコンセプトが決まっちゃえばね、あとはそのバーッと書けるので、もう頭から順番に歌詞を書いてたって感じです。毎日というページを一枚一枚と破るたび、それが自分の一部となって、そう思えば辛い時や悲しい時に出会ったって受け止められる気がしてくるんだろう。まあそうですね、その毎日毎日 の, その一つ一つ の, その行動とかは、何らかに自分の一部になるわけですからね、その自分がどういうチョイスをするか、どういう選択をするか、どういう考え方をするかで、その将来の自分というのが変わってくるわけで、そう考えれば、その一日一日、コツコツと自分を築き上げることが大事になってくるわけなんですけれども、で、その築き上げたものというのは結局その裏切らないわけなんですよ。その自分がその後悔してしまうときもあるかもわかんないんですけども、なんかやったらやった分だけペイというかそのリターンというのがあるわけですし、ペイした分だけリターンというのが必ずあるから、だからその毎日の中でね、その辛いこととか嫌なこととかあったとしても、まあちょっと受け止められるような気がするじゃねえかっていう、なんかそういった話です。で、まあ、ちょっとまあ自己啓発的な感じなんですけども、まあほぼほぼまあ自分のいつもの言葉って感じですよね。そんなに、特殊して苦労した場所とかは特にないという感じでございます。はい、ステロキッチン、ゆるかむつめキッチン、曲紹介みたいな曲紹介みたいな感じになりましたけれども、なんとなく僕はどう考えてどういう順番でどういうコンセプトで曲を作っていくのかなんとなく分かっていただけたかと思います。歌詞から書くときもありますし、コンセプトから作るときもありますし、で、そのコンセプトから作るっていうのはどういうコンセプトで作ってるのかとか、そういったところも分かっていただけたかと思います。で、その歌詞の書き方ってわけじゃないですけどね、そのいっぺんにそのね、全てが 100% バーッとできたわけじゃなくて、やっぱ一部分書いて、そこからこう肉付けをしていくっていう形の場合が多いということも分かっていただけたかと思います。で、まあこんな感じでね、そのたくさん曲を作って、来てるわけなんですけれども、ちょっと話を聞いてて、わあ、なんかすげえ、なんか難しそうだなって思ったかもしれないんですけれども、基本的にこういうのは、ね、数勝負です。経験勝負。もうたくさん作ったら作った分だけ慣れてて、スピードも上がってって、まあ、いいものが作れるというか、その僕自身もまあそのね、めちゃめちゃいい曲
ていうなんか断言はちょっとしづらいところもあったりするんですけれども、でもまあね、めちゃめちゃ自分らしい曲を作ってるっていう自負はあります。すげえいいかどうかわかんないけど、めちゃめちゃ自分らしい曲を作ってるっていう自負はあります。なんでそのね、繰り返していく中で、その自分らしい曲を作っていければなと、思います。皆さんも頑張ってくださいませ。僕も頑張ります。で、最後に、作曲をするとき、なんかこう、皆さんの手が止まってしまう瞬間あると思うんですけど、もしくはその先ほどしようとしたときにその悩んでしまうときあると思うんですけど、一つ気をつけていただきたいのが、覚えておいていただきたいのが、最後に一つ覚えていただきたいのが、いい曲を作ろう、いい歌詞を書こう、いいメロディーを書こうって思ったら、いいものって出てこないと思うんですよ。いいもの、いい曲、いいコード進行、まあ確かにそういうのはすごいありますけれども、そういったものをなんか作ってやろうって気持ちになっちゃうと、なかなかいいもの出てこないと思うんです。それよりも、なんか自分らしい言葉を並べたりとか、その自分らしいメロディー、自分らしいコード進行、自分らしい歌い方をした方が、結果的に良くなるとか、素敵なものになることの方がすごく多いので、いいものを作ろうとかではなくて、自分らしく作ろう。自分らしさを出すように作ろうって思っていただくと、いろいろうまくいくかと思います。そんな感じでちょっとね、あんまいいものを作ろうっていうふうに思わずに、そうするとね、ちょっとプレッシャーになっちゃったりとか、なんかこのフレーズなんかどっかで聞いたことあるなとか、なんかこの曲本当にかっこいいのかなみたいな感じになってしまうので、かっこいいかどうかわかんないし、いい曲かどうかわかんないけれども、すげえ俺っぽい曲っていうふうな目標にするとすごく良いかなと思います。はい、そんな感じでございます。てか、めっちゃ長い動画になりましたね。久々にめっちゃ長い動画になりました。僕もすげえ喋り続けて、喉があーって感じでございます。で、まあ、一番最後の紹介になりますが、私のバンド、ステレオキッチンのウェルカムツマイキッチン、もし興味がありましたら、滝沢書店、インターネットのその滝沢 JP というホームページで、通販の方も受付が、2017年の8月からスタートとなります。ちょっと詳細はまだ決まってないんですけれども、よかったら興味がありましたらそちらもチェックしてみてくださいませ。Twitter やっておりますので、そちらをフォローしていただくのが一番良いかと思います。TAKIJAWA、滝沢という名前で Twitter やっておりますので、よかったらフォローしてみてくださいませ。その中に情報が出てきます。で、すっげえ目前の話なんですけれども、2017年7月29日、30日、八王子パワービートというライブハウスで、ステロキッチンが実は解散ライブをすることが決まっております。すでにこの動画をご覧いただいたときにはもう解散しているかもしれないですけれども、もし間に合いそうでしたら、ぜひこちらも遊びに来ていただけますと幸いでございます。ステロキッチン、最初で最後のフルアルバムを作って、解散という形にさせていただこうかと思いますので、またそちらもチェックしてみてくださいませ。はい。そんな感じでございます。でも、もしそのバンドのサウンドに興味があればね、サウンドクラウド、ちょっと下に貼ってあるリンクですね。そちらの方にもですね、無料で、一部の音源が聴けるようになっておりますので、よかったらそちらもご活用くださいませ。それでは、すごい長い動画になりましたけれども、いかがでしたでしょうか。少しでも参考になるところがあれば幸いでございます。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。